はいどうも、妖怪チップニップに今回もやっていきます。今回はね、ラストチャンスガッシャーをちょびっとと、あとね、お知らせにはまだ明日なのかな、来ると思うんですけど、アイコンはね、もう変わってまして、次のねイベントがなんだっけ、エヴァンゲリオンコラボということで、どうなんですかね、またなんか、この前は映画だったと思うんですけど、2年連続年末がね、エヴァンゲリオンになりましたね。結構ねガシャ去年良かったんですよね。特に大晦日のラストチャンスがなんかすごかった。あ、これだね。去年かなり強キャラがね、カオルが強キャラでしたよね。去年なんだっけ、ゴルフだったかおはじきだったかちょっと忘れちゃいましたが、確かなんか使徒がなんかボスみたいな感じだったよね。うん、なんでこれも結構いいキャラだったし、なんかね、このイベントのゲットできた、何でしたっけこいつ、第10の人もね結構タップでデカプニで、かつ溜まった状態スタートでね、私育ててないけど結構いい妖怪が、はい、どんどん出てて、このアカウントはシンジ君持ってないのかな、持ってないですけど、シンジ君もねかなりこのアカウントは持ってなくて、他のアカウントは持ってますけど、いいキャラで、はい、良かった感じがしますね。岡田斗司夫さんの解説がエヴァンゲリオンの解説が好きだけどね、はい、こいつが未来から来た人なんでしたっけ、はい、これもつながりやすくなるだし、綾波レイが確か、このアカウント、あ、こっちか、こっちの綾波レイが確か復活だったよね、確かね。まあちょっと不思議が強すぎるんでね、あれだったっすけど、まあこの辺もね復刻してくれるだろうと思うんでね、はい、なんか楽しみですね。これもね、あんたバカにしてほしかったっすよね。はい。なんか、はい。かなり、ガシャはね、このアカウントは繰り返しますけど、新宿持ってないですけど、結構ね、はい。出やすかったように思います。なので、多分新宿以外ゲットしたのかな。今度はカジさんとかが入りそうなんですけど、はい。ちょっとね、使徒、この攻撃力アップも、あ、こっちの使徒か。このカラフル、あ、これカラフルじゃない方だ。カラフルな方の人もなんか、はい。面白いねっていう感じで。うん。はい、なので、エヴァンゲリオンコラボね、楽しみにしたいと思いますね。うん。あんたバカにしてほしかったね、ほんとね。なんで。何ですかね、おはじきなのかゴルフなのか、まあどっちかでしょうねっていう感じはしますね。今武道会なんでね。はい、そしたらラストチャンスガシャ回しましょうかね。本当はちょっと20連やりたかったんですけど、10連分しかたまってなかったんで、ガシャスタンプは SS 以上だから本当はね30連するといいんですけど、まあ結構ねコラボってやっぱ出やすいので、うん、楽しみですね。ちょっとこれでワールドカップもね、アルゼンチンが決勝に進んで、18日に日曜日でね、ワールドカップも終わってしまうんでね、ここからプニプニを楽しんでいきたいなと思います。で、多分年始はエンマイベントじゃないかね、いつものね、なんか、なんちゃらエンマとか、そんな感じになるんじゃないかな、どうなんでしょうね。さあ、ラストチャンスどうでしょう。最近のラストチャンスね、10連、当たり前だけど10連って出ないの。ああ、ダメだった。という感じでございますね。まあちょっとね、シンジ君とか復刻したら多分、特攻になってくれたりすると思うんで、まあそれもね、ちょっと期待しつつ、はい。まさかね、もうエヴァコラボやるとは思わなかったんで、ちょっと意外だなっていう感じですね。ウルトラマンまたやってほしいな。はい。SS は確定でしたね。という感じで、
まあでも今回すごいイベント良かったな。9尾まではゲットして、まああとはね最終日ちょろっとねやって、横取りはなんとかね15回やらなきゃいけないのかな。はい、それはなんか最終日までに終わればいいのかなと思います。15回ねチャレンジが必要ですね。はい、ということでどうしましょうかね。できたらたまったらもう10年やりたいかなと思ってますが、はい、次はねエヴァコラボ意外だな。はい、楽しみにしたいと思います。このアカウントシンジ君持ってないんだな。なんで、はいはい、これちなみになんですが、一応2番目のアカウントで、こちらはね ZZZ シンジ君ねいて、まあ、これはフック君なんじゃないかなと思います。よく考えたらダブルスキルがなかったんだな。はい、一応ねおはじきは、おはじきかプニットショットだと思うんだけど、一応3赤全部ねクリアをしたんで、大獣の人はね持ってるって感じかな。はい、うん、という感じで、はい、でそれで去年あれだよね、お正月にこの あれこのカイラゲットしたの多分お正月だから、去年お正月にやってたのかな、シンジ君。去年は年末じゃなくてお正月だったかな、ちょっとあー違う、このカイラあれだ、年末ニャンボにゲットしたから、そうだ、あの去年これね無課金で、はい、ガオカイラゲットしたんですけど、年始じゃ、そうだね、年末ニャンボだから、はい、懐かしいね。そんな感じで、まあ相変わらずねこのカオルはもう周回のねあれになってますし、そうだな、このアカウントはこんなもんか。はい、なんで私が守るから、まあ今回のね、イベントも不思議使えそうだなっていう感じね、不思議さましプリチ不気味イベントにねなるんじゃないかなということで、はい、次回イベントは前回ね追加がカオルだったよね。はい、気まぐれゲームの、いや違うな、はい、多分プニットショットがゴールだったね。はい、なんでスキルもねもしかしたらあの復刻の時にね追加とかされるかもしれないかなっていう感じですかね。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。レベルもだからね当時最後に出たのかな、なんかとにかくなんか終盤のラストチャンスガシャがめちゃめちゃすごかったんで、今回もねあの年末なんでそれを期待したいかなと思います。はい、じゃあ今回こんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、またお会いしましょう。さようなら。なんでやるんだろうね、映画の再放送でもあるのか、なんだろうね。はい、まあ次はエヴァンゲリオンコラボです。